はい。皆さん、こんにちは。今日は、ハーモニーの勉強を少ししていきたいと思います。今日、サンプルで使わせていただく楽曲は、先日、マスタリングなどのお手伝いをさせていただいた、センダさんの花になりたいというデータを少し参考に使わせていただきたいと思います。今、メインのボーカルの方が、簡単にピッチの編集はしてあります。 最初の状態を聞いていただきましょう。花になりたい、木漏れ日の下で、笑顔を絶やさずに、人に幸せを。はい、こんな感じです。 そこにアイドトープのネクターを入れてみたいと思います。インサートした時点ではこういうような状態です。そこにハーモニーのユニットを追加しましょう。このプラスのマークのところを押します。そしてハーモニーを選択します。するとこのような画面になりました。ここを触っていくその前にまずはキーなどを合わさないといけません。 それには、このピッチというユニットを選択します。するとここに、ボーカルレジスターというのがありますので、ここはどの音域に反応するかというのを選択します。極端な低音、極端なソプラノ、そんな声じゃない限りは、基本的にミッドでいいと思います。そして、画面の左下の方は、 ーを選択しますが、C のメジャー今回はこういうい調合ですので、ここれに合わせます。この右側の大きなサークルはコレクションということでいわゆるピッチをざっと合わせてくれる機能ですピッチの修正をしていなくてもこれを右いっぱいにするとかなりしっかり合わせてくれますしあまり 合わせてケロケロボイス的になりすぎないようにするには自分で好みでこれをこのように下げていきます。そしてこのハーモニーユニットを確認します。一番上にあるオレンジは元音です。これに対してハーモニーを付け加えるわけですけれども最初はユニドンが左右に2つあります。まず片一方の方を 三度のハモリにしてみます。そしてこれを適当な位置まで上に上げるとボリュームが上がっていきます。このようにします。このユニドンの方は一旦は切っておきます。じゃあこの状態でどんなハーモニーができたか確認してみましょう。これが 一番初心者の人がやりやすいハーモニーの作り方です。花になりたい木漏れ日の下で笑顔を絶やさずに人に幸せをはい。まあ。 ついでに五度も作ってみましょう「花になりたい木漏れ日の下で」はい。 このようになるんですが、今回はこのハーモニーをちょっと切っておきます。一つだけにして、ここからが応用なんですけれども、このようにしておくと、ハーモニーに対してリバーブをつけようとか思ってもバラバラに修正ができません。ですから、これをハーモニーだけにします。 ハーモニーだけにするのにはどうしたらいいでしょうかこれはこの右のところにボイスオンリーというのがありますので、これをチェック入れます。するとメインの音は鳴らないで3度のハモリだけが聞こえます。花になりたい木漏れ日の下ではい。 3度のハモリだけが聞こえますので、このようにしておきまして、このトラックを複製します。わかりやすいように色を赤くしておきます。そしてこちらの方はもうハーモニーがいりませんので、ネクターをバイパスしておきます。これでトラック別に いろんなエフェクトなどをかけていけるようになりますので、ハーモニーの方をちょっとリバーブを深めにしておきます。このようにしました。じゃあこれで聴いていただきましょう。ボリュームのバランスも取りながらやってみます。花になりたい。木漏れ日の下で。 はい。ハーモニーの作り方というのは一つのトラックだけでもいいんですが、こうしておけばイコライザーであったりとかを各々で調整したりできますので、こういうやり方も応用として覚えておいてください。次に、 アイドトープのネクターを持っていない方にとれば、これをメロダインで修正するというのも一つです。こちらの方をネクターは一旦切ります。そしてこのようにするときには、この一つのリージョンをオーディオから新規クリップバージョンというのにします。各 DAW で色々方式は違うんですが、 スタジオワンの場合は、ここで作ったものをここにコピーした場合は、全く同じものとして、上を修正すれば、下がそのまま変わってしまうという風になります。便利な時は便利ですが、不便な時、これからこちらはハーモニーを作ろうとしている時には、これは逆に邪魔になります。ですから、 このように新規クリップバージョンにしておくということが重要になります。ここでメロダインを確認します。もう少し全体が見えるようにしておきましょう。 はい。こういう感じですね。じゃあ、簡単なハーモニーを作るのにはどうしたらいいのでしょうか。その時は、まず、このスナップ自身を確認していきます。このスナップのトーン記号の方を右クリックしましたら、キースナップというのが選択できるようになっています。そして、キーは C メジャーとも、 自動で分析されています。もしどうしても違う場合は D のところで D メジャー。このようにすると起点が変わりますので、ここでもう一度 C メジャーに戻します。こうしておいて、このスナップをキースナップにしておきますと、スケールが外れないように3度のハモリを作ったりすることができます。 こうして全部の音符を選択しておきます。そして、この一番最後が同ノートで終わっておりますので、これをミーノートまで上げたいと思います。うん、はい。このように3度ハモリができたわけです。メロダインでやれば、細かいところの修正もうまくいきます。例えば、 ちょっとハーモニーにしてはこの辺のボリュームが大きいように思います。そういう時はここでボリュームを下げたりすることができます。<顔>ちょっと小さめですね。<顔>はい。このようにしてみました。 じゃあ、これで聴いてみましょう。花になりたい。木漏れ日の下で。笑顔を絶やさずに。人に幸せを。メロダインで作れば、もちろん、 単純なサンドだけじゃなくて、自分でいいようなフレーズを考えることもできます。例えば一例ですけれども、こういう風なやり方も。笑顔を絶やさずに。笑顔を絶やさずに。 はい。こうして自由に編集ができるということです。どちらかといえば、メロダインで修正するというの方が、コードで、そして、まあ、仕上がりが自由になるということもありまして、メロダインを持っている方は、こういうやり方でもいいですが、手っ取り早くという意味では、アイドトープのハーモニーの機能を使う。それも一つの方法だと思います。 どちらかでいいと思いますので、それらをチャレンジしてみてください。このハーモニーの次に、今度はまあ人間が仮にハーモニーを歌ったとします。その時にはハーモニーというのはどうしても細かいところでずれます。いい意味でずれるようなところはいいんですが、それをしっかり合わすソフトというのも出ています。 それを使ったハーモニーのズレの修正方法を次の動画でお話ししたいと思いますので、また楽しみにしておいてください。村長でした。